ただいまよりディープフェザー級5分2ラウンドを行います。青コーナークレイジービー鬼山半兵衛、赤コーナートライフォース赤坂西成大成、レフリー柴田明。スカイチケットプレゼンツディープ105インパクト、熱戦の様子を竹芝ニューピアホールよりお届けしていきます。解説は第9代リーブフェザー級元王者山須ドミネーター聡選手にお越しいただきました。山須選手、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速第1試合です。ディープフェザー級で行われます5分2ラウンドの攻防、西谷大成対鬼山半兵衛という一戦です。ラウンド1、はい、第1ラウンドが始まりました。青いスパッツが西谷大成、黒いスパッツは鬼山半兵衛です。やっぱりちょっと2人並びますと、はい、ちょっと体の厚みに差があるかなっていうのが見えますね。あ、そうなんですね。鬼山選手がやっぱり組メインの選手になってまして、はい、すごく、まあ、フィジカルも強そうですし、かつ丁寧にしっかり一つ一つ積み上げていくような、はい、丁寧に丁寧に一個一個自分のポジションを良くしていくような選手だと思うんですけど、はい、一方で西谷選手、まあ、数試合見させていただいたんですが、思い切りがめちゃくちゃいいですね。そうですね、はい、なので、まあ、なんか意外とこう格上にしっかり、まあ、実力差見せられて負けてしまうこともあれば、はい、実力上の選手を一瞬で倒してしまうようなこともできる選手だと思っていて、まあ、爆発力というところなんですね。なので、まあ、言ってしまうと格上の選手からしたらすごくやりたくない選手だと思いますね。なるほど。一瞬で食われてしまう可能性があるということがあって、はい、さあこの辺り崩していくのは鬼山半兵衛。ここで西谷選手しっかり背中をですね、今壁というかコーナーに預けながらそう立ち上がっていく、で鬼山選手はここでもう一回自分の腕を深く差し込んでクラッチですね、自分の右手と左手をしっかりクラッチして相手をリフトしたりですとか、そういうところにつなぎたかったんですけど、西谷選手がうまく脇の下に腕を差し込んだことによって深く自分の腕を入れられなくなりましたね。鬼山選手右を差して、そして首も持っているという状態の西谷大成、しかし足を引っ掛けて鬼山、今逆に西谷選手が鬼山選手の首を抱えてしまったので、はい、そこで引っ掛けられたというか、首で持ち上げられてしまったというのがありますね、はい、あそこは右だけ差しておいて入れ替えたりと、しっかり右手を深く差し込む、で左手はどっちかというと相手を突き飛ばしたりとか、首は抱えない方が良かったかなという印象ですね、はい、さあ下もがいている西谷大成ですがどうでしょうか。そうですね、背中をしっかりつけることができれば、つけていた方がいいんですけど、もうちょっとこう寝かされてしまって逆に後頭部だけついてるような、はい、あ、ちょっと首が曲がってるような、そうですね、首が曲がってしまうと逆に立ちづらくなってしまうので、はい、しっかり西谷選手はまず背中まで体を起こす、上体を起こすっていうことが最優先、ここから今ちょっと両足を束ねられてしまっているので、ね、今これすごく立ちづらい状況なんですよ、はい、なので腰をひねりながら一本ずつ抜いていく、両足に今挟まれている、そうですね、一本ずつ抜いていけば、一本抜ければ腰の位置を逃がすことができますので、あ、そうですね、今抜けてるんですけど、それで相手のもものあたりを押していく、そうですね、剥がしていく、ただ鬼山選手が今すごく肩、自分の肩と頭で相手にプレッシャーをすごくかけてまして、立ちづらい状況を作ってますね、はい、それでも懸命に西谷の方が立ち上がろうともがいているんですが、鬼山もある種こう丁寧にというところがあるんですね。そうですね、すごく一個一個の技術を丁寧に、あんまりこう飛ばしたりしないですね、はい、一個飛ばしで次のポジションに行こうとか、そういうことはせずに一個一個地道にポジションを作っていくことができる選手だと思います、はい、さあそれでも西谷をどうにか立ち上がってという状況になっています。西谷選手は多分打撃で1回作り直したいんじゃないかなと思うんで、できればこの鬼山選手の圧をうまく横に受け流して突き放したいのか、もしくはちょっと組でまだ勝負できるっていう気持ちがあるのであれば、まだここから作り直すっていうこともあると思うんですが、西谷もレスリングバックボーンでというところのファイターですね。
もう一回その足をタックル取りに行くのは鬼山半兵。まあ、この頭の位置というのも重要になっていくんですね。そうですね、あの自分の頭を相手の顎の下ですとか、はい、あのに当てることによって相手の顔の角度を制限することによって、うん、はい、あの人間ってこう自分の顔が向いてる方にしてか体をひねれないんですよね。なるほど。顔が左向いてるときに体を右にひねろうとしたら首がぐちゃってなっちゃうじゃないですか。はい、なんで相手の首をコントロールすることで相手の体幹の向きもコントロールするっていう細かいんですがすごく大事な技術です。そうですね。さあ1回仕切り直したの打撃戦、ここで西谷選手の思い切りの良さ、はい、あ素晴らしいですね。膝をたらいに行った。いやここでやっぱり一瞬で作れる強さというのは素晴らしいものを持ってますね。はい、ただ鬼山選手もディフェンスしっかりしてますので、はい、まだできてます。はい、できてます。残り時間があとわずか。クラッチもちょっと浅いので多分入らないんじゃないかなと思うんですが、はい、ここで第1ラウンド終了です。そうですね、やっぱりこのこういうところが油断できないタイプですね、はい、西谷選手は。はい、終始鬼山が第1ラウンドは仕掛けていってというところではありましたけれど、はい、やっぱり鬼山選手もずっと試合をコントロールはしていたんですけど、はい、何度もトライをして倒してで立たれてって繰り返しているとやっぱり疲れてきちゃいますし、やっぱり一瞬離れた時に少し気持ちが切れてしまったりってこともあるので、はい、そこをつけ込むのが西谷選手が非常にうまかったですね。はい、そして西谷セコンドは朝倉未来選手ですね。そうですね、山須選手ともいろいろな因縁の深いといいますか、はい、ちょっと頭が痛くなってきました思い出すとということでしょうかね。さあ5分2ラウンドの戦いです。この後が第2ラウンド最終ラウンドです。この戦いを踏まえて次の2ラウンドどういうところを期待したいですか。そうですね、やっぱり鬼山選手も西谷選手の爆発力一瞬最後感じたと思うんで、じゃあ最初この2ラウンドの最初の場面ですね、一気に詰めてまた組めるのか、それともちょっと怖くなって様子を見てしまうのか、はい、バックアンドブローから始まった鬼山。そうですね、ここであんまり鬼山選手が打撃警戒すぎてて見すぎてしまうと、はい、西谷選手のペースになるんじゃないかなと思います。ちょっと今鬼山選手を右左ちょっと今打撃にいいですね。そこからタックル切りに行くのは西谷。そうですね、うまく今反応できてたんですけど、はい、結果的に金網まで押し込まれてしまうと、自分の後ろに足を投げ出すことができなくなってしまうので、はい、結果的に相手に足を捕まってしまうっていう状況でしたね。今切りに行くところ許さなかった鬼山、まあ、半秒がまた上になっていきます。ですね、また今足は1本だけなんですけども、はい、鬼山選手の間に入っているんですが、今うまく西谷選手が足をもう1本入れて戻そうとしているんですが、はい、またやっぱり鬼山選手の肩のプレッシャーですね、はい、左肩で相手の頭部そして首にプレッシャーをかけて、はい、相手が起き上がりづらい状況を作っていますね。金網を背にしている状況にしたい体勢。やっぱり金網痛いんですよね、これ本当に押し付けられているこの状態も痛いんですね、はい、試合中でも痛いですよ。あ、そうなんですか。アドレナリン出てると大概のこと痛くないんですけど、はい、自分は少なくとも金網は痛いです、ね、あ、それでもこの状況だと、はい、そうなんですね。押し付けながらパンチを当てているのは鬼山半兵です。西谷選手アームロックを狙ったんですが、はい、まあ、鬼山選手の反応が早かったですね、すぐ脇を締めてしまったので取りづらい状況になりました。鬼山はここで削りながらいいポジションをさらに狙っていけばというところですね。そうですね、まあ、まずしっかり抑え込むことを最優先に動いてるんじゃないかなと思いますね、はい、で余裕ができたらコツコツパウンドですとか肘を当てていって削っていくっていうことが、まあ、今後の流れになってくるのかなと思いまして、まあ、隙が出たら決めに行くっていうこともあると思うんですけど。さあ西谷立ち上がりましたが、顎のあたりに圧をかけながら鬼山、ね、ここお互い勝負どころだと思います。はい、西谷選手は多分打撃ちょっと手応えを感じていると思うので、突き放して打撃もう一回、交錯するような展開を作りたいんですけど、はい、鬼山選手もいいですね、もらいながらもしっかり、はい、前に出れて倒せているので攻めの手を緩めないですね。再び足を絡めていきました鬼山半兵です。
前線6月は高潮隆二再戦で敗れるという結果がありました鬼山半兵。石谷もこの体勢かなりしんどいですね。そうですね、ちょっと首立ち折れてる状況になってしまっているので、はい、非常に立ちづらいですね、うん、もうちょっと体を起こしたいですけど、ね、はい、さあ突き放して立ち上がって入れ替えていく、左を差して、ただここでどう選択をするかですね、西谷選手、組の形は今すごくいいんですけど、はい、ただここで組の削り合いをしていても、判定でこのまま行くとちょっと相手の方が有利かなというか、あ、なるほど、じゃあ逆転して勝つためには一回突き放したかったですけど、ちょっとまたペースを取られてしまいましたね、はい、一旦立ってまた寝かされてというのの繰り返しはしんどいですね、非常にしんどい、もちろん倒す方もしんどいんですけど、はい、まあ、倒された方がもちろんよりしんどいですよね。プレッシャーをかけながら鬼山が攻めていきます。ボディにパンチを当てながら鬼山です。足を取っている、ちょっと時間残り時間もなくなってきましたので、はい、西谷選手もちょっと今まあ、雑っていうと言い方悪いですけど、ちょっとセオリーじゃなくて一回背中をちょろっと見せてスクランブルを作って、そして立ち上がる、はい、あ、いいですね、なるほど、やっぱ成功法でいくと今難しい状況でしたので、もう残り時間も考えると狙ってかどうかわからないんですけど、はい、一瞬背中を見せて隙を見せて鬼山選手が動きを変えてきたところでスクランブルに持ち込んで、はい、さあ離れました、いいました、ね、あ、もったいない、距離を詰めない方が良かったかなと思いますね、打ち合った方が、そうですね、打撃の展開を作った方が逆転の可能性があったんじゃないかなと思いました、まあ、結果入れ替えられてしまっている、さあもう時間がない、森山選手はもう勝ちを決定的にするためにもう一回倒したいですね、はい、しっかりと、はい、左足を持っていく、立ち上がる西谷、うん、ここで試合終了のゴングとなりました。視力を出し尽くす両者、右手が上がっているのは鬼山半兵、そうですね、自分の試合をできた、はい、自分の試合ができたのは鬼山選手だと思いますね。この後判定が発表されていきます。西谷大成は朝倉未来1年チャレンジから卒業して10月大会勝利秒殺 KO がありましたが、この戦いは判定決着ということでこの後発表されます。やはり西谷の方は苦しそうな状況となっていますね。しんどいと思いますね、はい、判定です。ジャッジ田澤20対18、青鬼山、一人目鬼山、ジャッジ福田19対19、マスト判定青鬼山、マスト判定で2票目鬼山、ジャッジ松宮20対18、青鬼山よってこの試合3対0をもちまして勝者青コーナー鬼山半兵、鬼山半兵が第1試合を制しました。判定3対0。さあこの一戦をどのように評価しますか。そうですね、要所要所でやはり西谷選手の油断のできなさというか、はい、殺傷力の高さ、爆発力の高さというのが垣間見えたんですけど、やはりそこで引かずにしっかり自分がやりたいことを押し通した鬼山選手の、まあ、完勝だったかなと思いますので、1ラウンドの終わり際はあやあやというところがありました。ちょっとあわやという瞬間がありましたけど、まあ、慌てずにしっかり丁寧に対処していた鬼山選手が素晴らしかったですね。お話しあったように1ラウンド終わりを踏まえての2ラウンドも引かずにというところ、そうですね、しっかり前に出られたことが勝ちにつながったんじゃないかなと思います、はい、笑顔がこぼれております鬼山半兵です。これで前線敗れたところからの再起を果たしてという戦いでした。第1試合は鬼山半兵が判定3対0で西谷大成を下しています。